ミツオケ、私大会打ち明け話します。私は美しいです。ダストボックス、弟を再起不能にしやがって。何、ダンスが下手なお兄さん。ミツオケ、俺何でもか。あ、タクシー代、王様プリン10個乗った。やったぜ。ヤマトさんどうぞ。いや、男の膝枕は別ないよ。オッケー、ウィッテアシたちレスキューレンジャーです。毎日忙しいでしょう。九条くん、忙しさを乗り越える秘訣は？ファンの皆さんの笑顔です。八乙女さんは、そば、自分の部屋に貼れ。まあ、レシピ通りに作ってるし問題ないと思います。うん、すっごく美味しいです。みんな料理上手だね。そう、お前マジか。え、話題のアイドルの正体は北欧の小国の王子様？OK！ 嘘だな。嘘ですね。俺らのファンだっつった姉ちゃんが非常警戒中の警察官で、まさか爆弾事件に巻き込まれるなんて。東京空色タワーを爆破から守って遅刻したって信じてもらえるでしょうか？俺なら信じねえな。王様プリン21個です。増えてんじゃねえか。プラスワン。警備室、おいおい。ああ、ハサミで遊んでたら電話のコードが切れちゃった。よくも玉木君。そうじゃ、またまた死ぬ、こいつ死ぬから。君に何かあったらってついオロオロと。もっとソフトにオロオロしてくれよ。じゃあな、九条、おやすみ。マジカルココナ始まるよ。テレビを見るときは部屋を明るくして離れてみて。オーライ、着きました。見てください、この日のように私のハートもあなたへの恋に激しく燃えて。あ、よかったら今夜私の部屋で。いや、あの、今夜は弟たちと花火をする予定が。まあ、私のベッドで打ち上げてみません？火事になりますよね。巻き戻して。録画してねえ。僕ら小指でよければ今すぐけじめをつけて渡しますと、くれくれも丁重に伝えておいてくれ。 No、 小指大事に。オムライス、それからヒーローなっちゃって。きゃー、七瀬さん素敵、超かっこいい。あいつムカつく。すぐ助けなきゃ。行くぞアイスマン。アイスマンはやめてください。残念だったな、俺とうまくやってヤマさんに褒めてもらえなくて。じゃがいもを握ってピーラーを構えて、上から下に向けて下ろして、目はピーラーの角で取りなさって。脅迫しやがって。もう一度言おう。水遊びにはちょっと早いかな。おう、心配いりません。ベン、目と私美しいです。それにハントするのはガー。さあ行きましょう。ナンパ。はい、どちら様で。ハッハー、アイドル。